グデカキンネタを、はい、ありがとうございます。デカキンさんのおかげで楽しく YouTube を見てます。いじられて大変だと思いますが、そこで笑いを取る人間性がすごいと思います。間違えました、ダメでしたね。